です。誰も卒業しないんですけど、あのエモいです。ありがとうございます。なんかちょっといつもニジャズでイントロ乗るときってすごいたくさんの人と一緒になって頼もしいんですけど、なんか3人で乗るともうめちゃめちゃ緊張して、まあでもあのフュージョンをここでやらせてもらう機会なんてもう二度とないんじゃないかと思いますので、あの非常に嬉しいです。でもちょっとあのもう怖いんで二度とやりません。はい、今やった2曲が、1曲目がハービー・ハンコックという方が作曲したもので、これ誰が許したの？なんかなんだっけ、アクチュアルプルーフっていう曲になります。で、2曲目にやったのが、こっちが寺岡さん通るらしいから名前が出てこないでした。あ、トライバルテックっていうバンドの、曲で、ドリマイトっていう曲なんですけど、両方ともあのトライバルテックのギタリストのスコット・ヘンダーソンがやってるトリオのアレンジをお借りしてやっております。次の曲もスコット・ヘンダーソントリオの、アレンジなんですけど、ストレイタスっていう曲で、この間この同じ曲目であのベースがまあ、ボアのエリマの、 あの超絶ベーシストとやったんですけど、まあ、ニジャズにも入ってるんで、彼とやったんですけど、その時にドラムソロがある曲だったんで、ちょっとあの赤山くんに野々村の再現をライブでやってもらったんですけど、今日はちょっと野々村さんお休みなんで、なんか多分どっかにいると思うんですけど、あ、いたいた、手振ったってことやってくれる、やんねえよ。はい、というわけで、イントロでそんなおふざけはしません。はい、じゃあ、次の曲いきたいと思います。ストレイタスという曲ですね。はい。
はい、ニジャズで一回やった瀬戸利だったんで、なんか飽きてる人も たくさんいるんですけど、あ、います、それは。で、次の曲はですね、違う曲やるんで、一曲だけちゃんと用意しました。で、まあなんか、4年生は卒業して、僕ら卒業しないんですけど、やっぱりこれが、ニジャズ的に言えば、追いコンとかでライブやんないんで、4年生に見てもらう最後のチャンスかなと思って、まあ、ニジャズっぽい曲を選ぼうとは思ってないんですけど、まあ、自分が一番なんか見てほしい曲というか、やって、ね、まあ、やっぱそういうやつだよっていう感じの曲やろうかなと思って、まあ、一応卒業っていうのを合わせて、自分が弾ける一番エモい曲を選んできたんですけど、さっきリハでやってたら1ミリも弾けてなくて、もうやばいんですよね。まあちょっと温まってるから大丈夫かな、ミスったらごめんなさい、練習期間が本当に短かったんです。はい、じゃあ最後の曲やります。